あ、どうもこんにちは。最後のシンガーソングライター、ともちと申します。よろしくお願いします。今日はですね、あ、そう、カメラ通して。歌を歌ってる方、ミックスボイス練習されてる方に向けて、まあちょっと一つ具体的な練習方法ですね。よく喉を開ける、喉を開くことが大事ですよってお話するんですが、まあどうすればいいんだよとか、どうしても喉がこう詰まっちゃうって方に向けて、まあ、ちょっと今日は特別練習方法をご紹介しようと思います。まあ喉を開くっていうのはどうすればいいかっていうのは、まあ、基本的にいつも通りリラックスした状態で喉は開いた状態ですってお話をしてると思うので、まあまあこれが一番答えとしては近いんですが、まあそうは言っても歌ってる時どうしても詰まっちゃう、意識的に開けようと思ってもなかなかこう歌高い声とかになってくるとどうしても詰まっちゃうっていう方に向けての、まあ、特効練習ですね。まあ練習方法をちょっと今日は具体的にお話しすると思いますので、まあ喉を開く開けるどういうメリットがあるかっていうだけちょっとお話しておくと、まあ一番ミックスボイスですね、やっぱり高い声を太く発声するには絶対この喉を開ける状態が非常に重要になってきます。まあ高い声を太く発声するにも重要で、あとはまあ声量ですね、まあ響き、高い声を太くっていうのは、まあそれはつまり響きがあるっていうことなので、まあ豊かな響き、いわゆるいい声になる、まあ自分の声を心地よく歌えるようになるっていうのが、まあ、喉を開くいいメリットの一つですね。であとは、まあ、喉を痛めにくくなる、これが結構重要で、やっぱりこれ喋っててもそうですし、高い声なんかも出してるような歌だと、まあ下手するとすぐやっぱり声が枯れてしまうと思います。でそれはやっぱり、まあ、力みとか、まあ、強い息だったりするんですけど、まあ、一番の大きな原因としては喉が閉まっちゃってる、喉が開いていないからこそ喉が声が枯れちゃったり喉が潰れちゃったりするっていうのがあるので、まあ、喉を痛めない歌い方にも非常に重要ですっていうのが、まあ、一応メリットです。まあ、これを踏まえた上で喉を開いて歌いましょうっていうことですね。で練習方法なんですけど、3つのステップに分けてちょっとお話しようと思います。喉を開くために必要な練習方法、3つのステップですね。まず1個目です。このベロがあると思うんですけど、このベロの先をこの上顎の天井にベロの先だけつけます。ちょっと見せることができないので、イメージでちょっとやっていただきたいんですけど、ベロがあります。でベロの先っぽを上の顎に、まあ顎って言ったらあれですかね、上蓋ですね、上の蓋に上の顎につける。でこれがステップ1で、これステップ2が、この上顎につけたベロの先を後ろの方にずらしていきます。後ろの方にずらしていきますみたいな感じです。でこの時点でこのステップ2の上顎にベロをつけた状態から後ろに持ってった時点で喉結構開いていると思います。実際普段の、何もしてない状態と、なんかこうベロを後ろに持っていったこの感覚比べてもらうと、喉が開いてる感覚わかりますでしょうか。この喉仏のあたりから口の奥あたりが空間が広がっている感覚がつかめれば、かなり、この練習としてはもう、儲けもんですっていう感じですね。あんまりこう無理に後ろにやろうとするとちょっとおえってなっちゃうので、まあ、やれる範囲でゆっくりやってもらいたいんですけど、この状態が、今日お伝えしたい喉を開く状態です。でこれ慣れてくるとこのベロを上ボタンつけたまま歌うわけにいかないので、この喉の開いた状態のこの感覚を覚えてほしいということです。これを歌とか、まあまあ、普段喋ってる時はまあそんな喉を開くことないと思うんですけど、高い声発生する時は、まあ、つまり喉を詰まりやすく締めやすくなるので、この喉の状態を高い声などに喉が締まりやすくなる時に思い出してもらって開くってことですね。でごめんなさい、これ今ステップ2の段階です。まだ途中です。で最後にステップ3ですね。はーって言ったらハミングをします。はー、なんかアホ面な感じですけど、はー、これ今口から発生している状態ですが、はー、喉は、開いたまま、この状態を作ったまま鼻の方に息を持っていきます。はー、これ今口の状態、はー、鼻の方に息、つまり鼻腔共鳴、まあハミングですね。この喉を開いたままハミングをすることによって、特に鼻腔共鳴、高い声を響かせるには非常に必要な発声の状態ですので、これを練習することによって、声量、高い声を太く
っていうところにつながりやすくなります。まあ、いわゆるミックスボイスと言われる高音、低音、中音すべてをつなげやすくなるには必要な練習のステップです。で、一応3つのステップもう一回おさらいすると、まあ、ステップ1、上蓋にベロの先をつけます。で、ステップ2、このままベロを後ろに持っていきます。この状態で喉は開いてます。まあ、これでも十分なんですけど、さらに高音発声に特化したい練習なので、この喉開いた状態をキープしながらハミングに持っていきます。まあ、ハミングは鼻の方に息を流してあげることによって、ハミングで鼻腔共鳴を練習することによって高音に太さをつける練習につながりますっていうことですね。で、まあ、一応一応このハミングするとき、一応口も閉じてもいいんですけど、鼻腔共鳴に意識を持っていきたいので、閉じた方がもしかしたら、まあ、やりやすいかもしれないですね。で、まあ、慣れてきたら口は開けた状態でもハミングをすると。これを、練習として、喉の状態とこの鼻腔共鳴の感覚がつかめると、はミックスボイスの高音の発声に太さをつけることができるようになると、まあ、かなり喉を開くっていうことだけでも声に響き太さが出てくるので、まあ、どうしても喉は閉まっちゃうとか、声がすぐ枯れちゃうとか、高音になるとどうしてもこう喉が声がこう潰れちゃうっていう方は、この喉を開くステップ2までの状態ができるだけでもかなり変わると思います、声が。なのでこの状態に、まあ、詐欺のステップ差っていうのはまあ本当に極めつけですね。鼻腔共鳴ができることによって、まあ、高音の響きが、寄りつくので、まあ、こう喉の空間と鼻腔共鳴、その両方とも使えるともうパーフェクトってことですね。で、最後に一応おまけというか練習トレーニング方法もちょっとお伝えして終わろうと思います。まあ、パターン3つぐらいちょっとお話、お伝えしようと思います。まず1個目ですね、このさっき言ったこのベロを上蓋につけて後ろの方に持っていき、喉を開き、ハミング状態に持っていった、この状態をキープしたまま練習パターン3つお伝えします。パターン1個目、まあ言った通りこう自分の出しやすい音程から上がり下がっていく、でこの練習です。まあ音程をきれいにつなげる練習ですね。これパターン1個目。パターン2つ目、です。まあ音程が上がり下がっていくのはパターン1と一緒ですが、上がったてっぺんのところでビブラートのようにちょっと揺らします。まあ、つまりこの喉が開きリラックスされ発声に余裕がある状態を作りたいので、このいっぱいいっぱいの音程で発声すると揺らす余裕ができなくなります。これが揺らせるということは喉が開きリラックスして発声に余裕があるっていうことなので、パターン2としてはという揺らす高音の部分行った先ですぐ戻ってこないで揺らしてから戻す、これがパターン2で、最後3つ目ですね、です。まあパターン1個目に非常に似てるんですが、まあ細かく行ったり来たりになります。まあ行って帰ってくるだけだったのがパターン1、まあ1回終わってそれでふうだったんですが、パターン3は何回も繰り返していく、なるべくこの自分の喉を開けるフォームとか鼻腔共鳴のこのフォームを崩さないように行ったり来たりするので、まあ難易度としては多分3パターン3が一番難しいんじゃないかなと思うんですけど、まあパターン2も結構まあまあ、できない方は苦戦する方は苦戦すると思うんですけど、くれぐれもこのパターンの練習しながら自分の喉を開けるフォームと鼻腔共鳴この状態を崩さないように練習してもらうと、まあ高音もかなり太く発生することができると思いますし、まあ意外と高い声この音を発生するといつも喉こう潰れてたのにっていうのがちょっと改善されてるかもしれません。まあ喉を開くってそれだけ喉の状態声の声質非常に大きな重要な要素になってきますので、まあぜひぜひ練習のね一つのアイディアヒントとして使っていただけると私も紹介した甲斐があります。まあこんな感じで歌ボーカルミックスを練習されてる方に向けて、まあ練習のポイントなんかもたまにご紹介してますので、ぜひねいいねボタンチャンネル登録いただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。